こんにちは、よしこでございます。今日やる料理なんですけれども、今日は電子レンジでオムレツを作ります。それでは材料はこちら。卵を3つ使うんですけれども、1個は卵黄、2個は卵白のみを使います。脂質の調整は効くようになります。では次は牛乳。牛乳は 50ml かかっておきます。卵の中に入れておきます。塩を入れておきます。塩の味は好みで量を決めてください。しっかり混ぜましょう。はい、OK です。それではこちらにラップを用意しておきます。加熱するんでラップがちょっと縮んでいくので、できるだけ大きめに取ってもらった方がいいかもしれません。卵入れておきます。ラップからはみ出さないで入れることができたら、まずは1分間電子レンジでチンをしましょう。600ワットで1分、スタート。はい、では1分温めました。底の方から固まってくるので一回ちょっと混ぜておきます。でもう一度1分。ちょっと外の方から固まってきてるんですね。こんな感じで茶碗蒸しみたいですよね。でラップがちょっとずつね縮んでいくので、そこだけね気をつけてもらって、大きめのラップを使った方がいいです。ではもう一度1分。こんな感じですね。ではこれをですね、もうこんな感じで2つ折りみたいな感じしてもらっていいです。中の空気をしっかり抜くことができたら、この上の部分はしっかり閉じといて、でぐるるぐるると端っこを巻いていきます。まあしばらくこれで1回固めておきます。ではお皿を用意して、そのままこっちの方に移して絞っていきます。はい、ほらオムレツでしょう。はい、では食べていきます。はい、お上がりなさい。いただきます。さあ、もう完全なオムレツですね。ではいただきます。うん、うまっ。あ、電子レンジでちょっと蒸した感じでやったからか、ちょっと茶碗蒸し風というかだし巻き卵みたいな感じの、あのあっさりさがありますね。うん、うまっ。うん、うん、はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。いかがでしたか？今日はオムレツ作りました。油を一切使わないので、もうヘルシーさにさらに拍車がかかります。まあ応用としては、もうちょっと半熟、熟熟の状態にして、まあ例えばオートミールでケチャップライスとか作ったりして、上から乗せてオムレツにすることもできるかなと思います。というふうにね、ちょっとした工夫でヘルシーなダイエット料理ができますので、これ結構おすすめです。しっかりタンパク質も取れますし、油も全然使わないです。それでは以上となります。では次回またお会いしましょう。バイバイ。